はい皆さんお疲れ様ですこもめですす今日はですね、ヤフーニュースのですね、まあ、デイリーの記事なんですけれども、またですね、あのバッハ会長、これがですねあのこのは、この人の発言がですね、批判を浴びてます。この人ですね、本当、あの日本人のこの神経を魚でするのかなんか、好きなのかなんか、ちょっと分かんないんですけども、本当ですね、話題を振りまいってくれます。まあ、この件ではないんですけども、あの今日ですねあの、1泊300万って言われるこの VIP ルームにですね、まあ、たかだか400ドル、まあ、4万 4000円ぐらいですかね。まあ、こんな金額で止まっててで、まあ、差額をですね、この JOC かなんかが出すんじゃないかみたいなこともこう言われててですね、そういう批判も受けてますし、まあ、少し前はですね、あのー、まあ、オリンピック開催に向けてですね、五輪も乗り越えることが可能だみたいななんか日本人にこの。 オリンピックをですね乗り越えろみたいなことを言ってたんですけども、まあ、なんでですねあの日本人がその乗り越えなくちゃいけないようなことを開催しないといけないのかっていう批判も受けてたんで、ですね本当なんかちょっとこの人はあの、本当、魚でするのが好きなのかなと感じてしまいます。で、まあ、今回はですね、ちょっと記事を見ていきたいんですけれども、あのまあ、中断のとこなんですけれども、まあ、日本国内には五輪開催や IOC への反発の世論も根強い中で、痛恨の言い間違い。 最も大事なのはチャイニーズピープルと中国人と言い間違えた。すぐにジャパニーズプープルピープルの安全だと言い直したが、議場は気まずい空気が漂った。 最後は日本語で頑張りましょうと呼びかけたこれはですね、本当失礼ですよね、このもう一番間違っちゃいけない、この間違いをこのもうやってるんで、ですねその、まあ、もちろんですね悪意はなかったのかもしれないんですけど、まあ、こうちょっと気遣いよっていう風な感じですよね、こう本当にね、あの外国に行って,街角で行って、あの街なかでですね、あのまあ、アジア系の人を見て、日本人なのか、中国人なのか、ちょっと分かんなかったっていうんであればです、ね、それはもうしょうがないのかな。 っていう気ももすするんですけどもあのオリンピック開催のために日本に来てるわけなんでですねどうやったら間違えるんだって感じです、本当ですねあのお杉とピーコのですねこのお杉さんにピーコさんって呼びかけてみたりだとかキリンビールの飲み会でですねこのスーパードライを出すようなですねそのくらいの,このなんか失礼さがありますよね。最後にですねちょっと気になった記事も一緒に書いてあったんですけどもこの最後の最後なんですけども あのまあ、14日の日にです、ねまあ、菅首相とあの小池知事とのです、ね、面会が予定されているんですけどもその後、まあ国連の休戦決議のスタートとなる16日や広島への訪問が調整されているってなってます、あのなんか行かないっていう話もちらっと聞いてたんですけれどもやっぱり行くんでしょうね、なんかこれもですねまた国民の神経をなんか逆なでしそうな感じがします。とですねあの、まあ、もう あのオリンピック始まっちゃうしですね。もうどうしようもないんですけども、まあ、無事にです、ね、このあまりトラブルなく終わってくれればいいかなと思います。ごご視聴ありがとうございました